こんにちは、エルバスファームです。いつも当チャンネルをご視聴くださり誠にありがとうございます。今日は皆様にチャンネル登録者数7000人達成のご報告をさせていただきたいと思います。皆様のおかげをもちまして昨日登録者数7000人を達成いたしました。本当にありがとうございます。実は昨日自身の誕生日でしたので、そんな日に7000人達成することができて本当に嬉しい気持ちになりました。また新たに1年頑張ろうと強く思いました。僕がこのチャンネルを続けるモチベーションとなっているのは、何より YouTube を通してできる新たなつながり、そしていつも仲良くしてくださる方々とのつながりです。コメントやメール、 SNS などを通じて多くの方と植物についてお話ができて、日々本当に充実しています。これからも少しでも皆様のお役に立てる情報を発信していきたいと思っておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。また動画内でも何度かお伝えしておりますが、今後はより栽培にも力を入れていきたいと思っており、このバルコニー付きの部屋を借りました。実際の稼働は5月くらいになると思いますが、今後はよりリアルな生産の現場から細かな栽培情報などもお届けできるかなと思っています。また室内は引き続き LED を中心とした室内栽培の様子や観葉植物のご紹介などもお届けしていきたいと思っています。屋外、室内栽培どちらも楽しんでいただければ幸いです。では今回も日頃の感謝を込めてプレゼント企画を開催させていただきたいと思います。前回100名以上の方に応募していただいたのですが、用意した株が1株だけでしたので、今回は3株用意させていただきました。今回プレゼントとしてご用意させていただいたのが、まずこちらのアガベ北の田ブラックファイヤーです。そしてこちらのブラック&ブルー、そしてこちらの王妃雷神白中麩になります。どれもまだ小さい株ですが、今後美しく成長してくれると思います。簡単にそれぞれの株の特徴をご説明します。まずはこちらのブラックファイヤーです。ブラックファイヤーはトップの葉につける巨子が黒く染まる、とてもかっこいいチタノタです。あまり多く出回るようなチタノタではないので結構珍しいと思います。そしてこちらのブラック&ブルーです。ブラック&ブルーは言わずもがな大人気のチタノタです。美しいブルーグレーの葉に黒いトゲがつく上品なチタノタです。この株は特にまだ小さいですが、ブラック&ブルーの特徴がよく出ていますし、今後の成長がとても楽しみな株でもあります。最後はこちらの定番のアガベ王妃雷神白中麩になります。葉の中央に入る白中麩と呼ばれるクリーム色の模様とライトグリーンの葉のコントラストがとても美しい品種です。株もよく吹くので、どんどん増やして株分けしても楽しめると思います。今回もまた前回と同様にご応募いただいた方の中から抽選で3名の方にプレゼントしたいと思います。今回はゲーム感覚で楽しんでいただきたいと思いますので、1等をブラックファイヤー、2等をブラック&ブルー、そして3等を王妃雷神として抽選を行いたいと思います。抽選方法は前回と同様にアプリのルーレットを使って行います。そして最初に当てた方を1等、次に当てた方を2等、最後に当てた方を3等とさせていただきます。すべての方のご要望をお聞きすることは難しいので、株選びはできないことはご理解ください。抽選期間は本日から7日間とさせていただき、4月14日の午後23時59分までとさせていただきます。当選者の発表は集計後また別の動画で行います。応募方法は概要欄からエルバスファームのウェブショップに飛んでいただき、お問い合わせフォームからご応募いただければと思います。詳細は概要欄にまとめていますので、気になる方はぜひご確認ください。
またこの1週間はこの動画をご覧いただいている方限定でエルバスファームのウェブショップで販売している全ての株を送料無料とさせていただきます。ご応募の際にぜひショップ内もご覧いただき、気になる株がないかどうかご確認いただけると嬉しいです。もしこの株が気になるというものがありましたら、応募の際にメッセージに添えていただければ対応させていただきます。ではこれからも少しでも皆様の植物ライフが充実する情報をお届けしていきますので、これからも応援をお願いいたします。ではたくさんのご応募お待ちしております。初めてこのチャンネルを見たという方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。